駅前ホーム、日田駅は、京都府宇治市広野町、東浦にある、西日本旅客鉄道奈良線の駅である。駅番号は、JRD11、相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅で、京都側が、複線、常用側が、単線の行き違い可能駅。駅、西口側ホームが1番乗り場、東口側のホームが2番乗り場となっている。1番乗り場は、 下り方面への出発も可能で、輸送障害時には当駅、奈良駅間での折り返し運転が可能。双方のホームを結ぶ、古線橋は、旧来の屋根のない部分と、エレベーター設置に伴い新設された屋根のある、通路部分が並行する形になっている。宇治駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託している、業務委託駅である。窓口は、マルスタンマズを備えた、 緑の窓口ではなく、発見は、ポスター末によって行われている。IC カード乗車券、愛子化の利用が可能である。駅西口前には、拳と胃腸があり、共に、宇治市名牧百選に選定されている。2006年に策定された、宇治市交通バリアフリー全体構想の中で、当駅や近鉄京都線大久保駅を含む、周辺地域の整備が重点的に位置づけられ、 大久保駅周辺地区交通バリアフリー基本構想がワークショップや市民の意見を募集した上で策定されたが、この構想に当駅のバリアフリー化も盛り込まれたことから具体的な検討がなされた。これを踏まえ、2008年から翌年にかけて車椅子に対応するための工事が行われた。また、中長期的な計画として駅舎の共常駅舎化と自由通路の設置も検討されている。 その後、奈良線の複線化事業に合わせて2017年10月から2番、乗り場側に東口改札、及び駅前広場を整備が行われ、2018年5月28日の14時より、供用開始された。東口駅舎には、自動改札機が2通路分、券売機と生産機が各1台設置された。京都府統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。 かつての癖郡の中心付近、現在の宇治市の南西部に位置している。当駅とは、徒歩県内にある近鉄大久保駅の前後では、それぞれ、ただし比較的商業施設が集中する大久保駅に対し、当駅はどちらかといえば住宅地の中にある、駅が属する宇治市のほか、常用市や久美山町に属する地域にも徒歩県を含む、近隣に所在する JR 新田駅、または、 JR 新田駅南口バス停より、京都京阪バスにより主に以下の方面への路線が運行されている。JR 新田駅、JR 新田駅南口西日本旅客鉄道、D 奈良線宮古寺快速通過快速、区間快速、普通 JR 小倉駅日田駅常用駅、ありがとうございます。